はい、エアブラシを使い1円サイズの小さな絵を描いているベルソンです。今回の動画はアネスト岩田さんの HPC プラス、このエアブラシを分解少しレビューをする動画になっています。この動画を見てもらったら HPC プラス、このエアブラシの構造、形、特徴がすべてわかる動画になっているので、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それでは分解しながら細かい特徴を見ていきましょう。と、分解しながらその細かい特徴を言っていきたいと思います。で、名称なども言いながら分解していきます。ニードルアジャスター、テールキャップ、ニードル留めネジ、ニードル留めネジ、これがニードル、これがニードルです。これがスプリングガイド、またはスプリングケース。で、岩田さんだとスプリングケース。で、これがニードルバネ。で、ここの部分が押しボタンニードルジャック、またはレバーブッシュガイド。これが押しボタン。押しボタンの構造がちょっと違うので詳しく、まっすぐじゃないけどちょっと階段状になっていて、指にフィットする形になっていて、で、ここにピストンがついてない構造になっています。あと次、またこう来て、こう、次カップの蓋。カップの中はスムーズに塗料が流れるような一体型の構造になっていて、洗いやすいです。だいぶ使い込んでるんで汚いですけど、カップの形状はこんな感じです。それでは先端の方を外していきます。とニードルキャップ、ニードルキャップ、ノズルカバーで、ノズルがあります。ノズルを、ノズルレンチを使って外します。はい、ノズルはこういう形をしています。はい、これは 0.3 ミリのノズル、オーリングはついてません。ここの中のニードルオーリングを外します。このニードルパッキンネジ専用ドライバーがあると外しやすいです。回したらこう引っかかって外せるので落ちない。ニードルオーリング留めネジ、またはニードルパッキンネジ、もう使い込んでるからだいぶ黒いけど、ここにノズルが、オーリングがありました。ここにオーリングが入っていて、はい、オーリングが入っていて、ピストンが上、オーリングが下、このエアバルブをバラすのに必要なのがこのエアバルブレンチ。それをこの穴に足を刺して回すと、はい、取れました。バルブ案内ネジ、まあ名前はカーブスクリューとも言うらしいです、ね、
で、次、その中にバネが入っていて、バルブ、バネ。次、その中に、この短い方が上で、長い方が下に、こう、こういう状態。これが、バルブ。エアテックスの場合だと、エアバルブロッド。で、まあ、こういう状態で入っていますと。はい。これが HPC プラスのエアブラシの分解した状態になります。で、この状態で私の知りたい情報をやっていきましょう。ノズル、カバー、またはニードルキャップの大きさ。このガンはちょっと小さめのキャップになっていて、で、たまにこの2種類サイズがね、基本的にはあって、このガンは小さめのキャップになっています。で、このガンは、で、このニードルの太さが私はちょっと気になっていて、ニードルの太さをちょっと測っていきましょう。こういう精密に物の太さ、大きさを測る道具があるので、これを使ってニードルの太さを測っていきます。ニードルの太さは 1.342mm。 だからまあ 1.4mm と考えてもらって、ニードルの長さはめっちゃざっくり測るんだけど、はい、ニードルの長さは、はい、14cm です。たまに短いニードルもあるので、こんだけの差が、ニードルでこんだけの差があるので、私は長さが知りたいということです。で、このガンで言いたいのは、押しボタンとキャップの大きさと、で、ピストンが、まあ、形状、押しボタンの形状と、押しボタンにピストンがついているのか、ついていないやつなのかが知りたい。このガンはピストンがついてない押しボタンになっていると。それも2種類あるので、まあ、お好きな方で、はい、選んでください。はい、今回は HPC プラス分解レビュー動画を撮ってみました。で、Amazon で現在の値段を調べたら 24,524円になってました。結構高いです。で、 Amazon のカスタムレビューの星を見たら 4.7 という高得点を叩き出していました。お金に余裕がある人はこのガンで間違いないということですね。このピストンがついてないガン、さっきのエア漏れ、こっからエアが漏れるんですけど、あのオーリングがしっかりしているのか、このガンはエアが漏れたことがない。で、まあ、試し拭きをしたんで、8000円以上のガンはみんな塗りやすいので、操作は。だから、どれを買ってもいいんですけど、この押しボタンの形、で、キャップの細さ、カップの形状の洗いやすさで、どのガンにしようかなっていう風に、考えてもらっていいと思います。で、その参考にするためにこうバラして私の感想をちょちょっと言う、そういう動画を今回出してみました。参考になったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ご視聴ありがとうございました。次も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。それではまた。